岩佐洋一に一番近い島。ということで、特撮アニメ、もろもろライター、ほかいろいろ雑多な仕事もやっておりますが、最近はなんか造形が多いなと、ふと思いましたけど、まあ、それはともかくですね、その岩佐洋一が、映画アニメ、映画特撮アニメ等々について語る番組ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。聞き手の映画監督の荒木と申します。よろしくお願いします。ということで、岩さん、今回は何をめちゃくちゃと語りましょうか。またしてもご追悼になってしまうんですけど、沢井慎一郎監督ご追悼という、ちょっと記憶に新しいところでございまして。沢井監督というと、もうね、一強ですよね。W、岩佐さんがそれを、まあそうですよね。なんか突然シャイダー出してくるのかなと思って。いや沢井監督といえばこれですかねってシャイダーこう思ってくる。いや、一応弟にやりますよ、たまには。いや、どうせ出てくるんですから。まあそうですね。B ファイターもやってるんですから、あの監督。ともかくですね。一応これ、私が書かせていただいてるんで。そうなんです。そういうこともありまして。出しやすいというのもあったんで。まあ、なるほど、なるほど。まあ、もう、薬師丸さんはもうこれで、なんでしょう、真の女優になったと言っても過言ではないという。そうですね。まあ、女優海岸みたいな、ね。そう、もう、本当に。ですよね。まあ、言ってみれば、脱がずして女優海岸みたいな、あの当時としては。そうですね。もうやっぱり狙わざ学園であったり、政略と機関銃であったり、映画の評価は高くても、やっぱりアイドルの息を出ていなかった、ね、薬師丸さんが、ね、女優になりましたねみたいな感じの、はいはい、あれ、何年ですかね、W の悲劇は。もうここに書いて あるかな。84、5年ですね。そんな感じですかね。まあ、書いてあった。公開日、1984年12月15日です。これお正月映画なんですね。そう、85年のお正月映画ってことですね。春だと思ってた。そうですね。お正月映画だったんだ。あれ、寒い時期に見た記憶はないんですけどね。寒かったかもしれません。でもなんか暑かったような気がしなくもないけど。まあ、そうなんですね。暑くはないと思うんですけどね。お正月映画だったんですね。そうです。だから85年冬みたいな。はいはい。いや、まさしく。ノリだったんでしょうね。うん。なるほど、なるほど。いや、もうこれはね、よく覚えてますよ。もう。まあそうですよね。ええ。非常に私も覚えてますけど。そう。やっぱりもうね、なんかね、ちょっと、なんか大人っぽい映画も、俺見てんだぜ、みたいな。はいはい。生きてた時期でもあり。はいはい、飛びついて、しかも沢井監督、デビュー作ではないですけど、ねえねえねえ、で監督としてもやっぱり沢井監督の出世作ですよね。そうですね、そうですね。まあこれでね、一躍脚光を浴びて。そうです、そうです、そうです、そうです。まあ角川を何本かやられてっていうことになるわけですが、まあ面白かったですね。いやいやいや、もうだからどうしてもね、薬師丸さんになるんですけど、はいはいはい、実は世良さんじゃないかなと思ったんですけどね。そうですね。やっぱり世良政則を見る映画ではないかなと。世良さん、三田さんでもあるんですけど、三田よしさんもあるんですけど、ちょうどボギーを、太陽に吠えるのボギーを卒業したのか、まあ、いずれにせよもう直近ですね。ああ。ボギー刑事と直近で。なるほど、なるほど。バラの花で、暗殺されて殉職した後だったか。バラの花、そうでしたね、そんな殉職でした。もうそれもあって、ボギーだっていうね。でもやっぱボギー刑事っていうと、太陽に吠えるでも、もう本当晩年ってイメージがありますけど、それでも80年代だったんですね。そうです、そうです。しかも割と前半。ねえ。ほら、ボギー刑事って割とマカロニの原点回帰を狙って、はいはいはい、そうですね、そうですね、そうですね。だから、なんとなく太陽に吠えるリブートもあったんですよね。なるほど、なるほど。はい、全スカイライダーみたいな感じですかね。その例え。その例えですか。ちょっとツボですね、それ。
限定回帰しようぜ。でも空飛んじゃおうぜ、みたいな。まあ、ウルトラマン80でないことだけは確かですね。そうですね、そうですね。一瞬、前ね、あれ、なんで80の話になったのか忘れましたけど、ほら、あの、スタッフが、特撮スタッフが初代マンに戻したっつって、私が衝撃を受けた話を。ああ、えって、80の。ああ、まあでも、あの、ね、光線出すし、みたいな。いいんじゃないのみたいなね。最大公約数的なね。でもなるほど、それよりも、スカイライターより、いや、80よりもはるかに原点回帰の印象をしましたけどね。そうですね、そうですね。あの、だから、人気歌手を新人刑事として俳優として目的に出すっていうコンセプトもあったんですよ。ああ、なるほど。証券もそうじゃないですか。そうですね。マカロニも。だから、その辺もね、すごく。あのボギーっていうね名前もそうですし、だからハリーっていうね、はいはい、その有名なキャラクターというかなんていうかから取ってくるっていう、まあマカロニっていうキャラクターではないですけど、マカロニウエスタンですからね。なるほどなるほど、まあ映画寄りな感じで、うん、まあとってもじゃない、ハンフリー・ボガードには見えなかったですけどね。そうですね。まあそこはあのキャラの違いということですよね。そうですね、キャラの違い、ね、純粋に。まあそんなこともありまして、いやでもね、世良さんって芝居うまいなっていうのがとにかく。あのね、結構セクシーだったんですよね、この映画。ね、あれ不思議ですよね。あの、ほら、まあこう言っては大変失礼なんですけど、はいはいはい、証券もね、だんだんもう板についちゃって証券節になってきますけど、萩原健太さんも。あの決して初期お上手とは言い難かったんで、まあそうですね、やっぱりミュージシャンオーラでアーティストオーラでカバーしていた部分があると思うんですけど、はい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 、セラさんはもう出だしからうまいなっていう印象、うん、あのこだれた感じがもうすでにあったというか、あれが非常に不思議ですけど、だいたいね、あのキャリーのフローの若手刑事って最初ね、あの後で見るとびっくりするぐらいっていうのが多いんですけどね。そうですね、そうですね、そう後半しか知らないから、あすごいなと思って見てると、はい、なんだっけ、あ、テキサスさんとか。先に勝野さんって名前出しちゃいましたよね、私ね。そうですね、実は意外と。そう、殉職の方が意外と印象に残ってて、デビューの頃ってなかなか見てなくて、もうかっこよかったじゃないですか、晩年の方って、テキサスが。いやいや、もう全然。やっぱり子供の頃テキサス大好きだったんで、うんうん、あれっていう再放送を見るとこんなだったんだなんて思いますけど、やっぱりね、現場こなれてって、やっぱあんだけ毎週飛んだり跳んだりするわけですから、うまくなりますよね、役者さんもね。そうですね、まあ、それと同様のことが、薬師丸ひろ子さんにも起きてこの映画になったのかなと思いますけど、うん、そうですね、やっぱり角川はやっぱり角川映画としてももうここらでもう一発の女優にしちゃれみたいな、そうですね、意気込みはあったのかなっていう、はいはい、だからそこにやっぱり沢井監督が選ばれたっていうのは、当時まだねデビューしたての監督さんですから、やっぱりよっぽどあの買ってらっしゃったのかなっていう。あ、まあでも本当に何でしょうね、みずみずしさっていうか、不思議な、ご年齢的にはね、もうすでにベテランの域なんですけど、もう40代入ってますからね。だからまあ遅咲きのね、助監督から、まさに社員助監督から監督に昇進で、遅咲きの新人という言われ方をされてはいましたけど、やっぱり演出がみずみずしいですよね。うんですね、うん、ですね、ですね。あの今見るとちょっと笑っちゃう部分でもあるんですけど、うん、でも、まあ、映像も切りがこうなんか漂っててかっこいいんですけど、あのオープニング、あの薬師丸ひろ子さんが朝もやの中を歩いてって、はいはいはい、あの犬に私変わったわよねって聞くっていうの、あれがすごいなと思ったんですけどね。いや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 、名シーンじゃないですか。名シーンですよ、名シーンですよ。あのね、そこでどっち言えばいいんだ、あの初めてを経験してしまって、変わったかどうかっていうのを気にするっていう、でたまたまいた野良犬に聞いちゃうっていうね、あれがオープニングですけどね。
だから犬にあの変わったワンとか言ってほしかったですけどね。それは我々の作品のことなのではって感じがあります。イメージシーンでいいじゃないですか。イメ変わったワン。いらねえよ、こんなシーンってね。変わったワンって言わなきゃダメなんですかね。そうそうね。せめて変わったワンとか言わなきゃダメなんですよね。ドン松五郎ですけど、それも。どう変わったかっていうのを聞きたかったんじゃないかって、変わったわんって答えるのもすごいですけどね。そんな答えたらね。そうそうそう、以前の私を知ってんのかって話ですよ。まあでもあの表現法はいいですよね。いいですよ、いいですよ。だから爽やかで、そう、爽やかでみずみずしくてっていうね、感じがする。やっぱり三田さんとかの女優力ですよね。三田佳子さん、ここにありというぐらい。そうですね。だから、役者さんがね、一人一人めっちゃ光ってるんですよ。はい、ダブルの悲劇って。はいはい、で、またほら、役者、元役者なのか、まあ、あの当時は元でもないんですよね。多少まだ続けてらしたんで、あの、蜷川幸雄さんというですね。ああ、はい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 。蜷川さんを見る映画でもあったりするんですよ。なあ、そうですね、あの、はい、舞台演出家。あれ、確か娘さんもこれでデビューとかじゃなかったでしょ、しちゃいましたっけ。ああ、そうでしたっけ。ええ、なんか、そうだったような気が。そう、何気に、蜷川さんが濃いというです。そうそう、あの、いわゆる灰皿投げたりとかっていう、本当にあるんだみたいなね。そう、ステレオタイプの。そう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 、舞台演出家を。ねえ、まあ、舞台演出家役、あの、大都会とかですと、ディレクター役とかもやってるんですけどね。ああ、だから、おっかない人ってことでしょみたいな。ね、エキセントリックだね。っていうと、蜷川さんを呼ぶというですね。そうですね、そうですね。ね、あの、蜷川さんなんか、あの、昔は自主映画なんかにも出演されてた方だったんですよね。はいはいはい、あの、何でしたっけ、あの、高林洋一さんっていう、はいはいはい、主演がから上がってきた監督さんの、まあまあ角川にも大変ご縁の深い、そうですそうです、あの方の自主映画に、あの伊坂十三さんと一緒に出たりとかっていう、はいはいはい、何でしたっけ、あのタックの隊長、役者名、佐川哲郎さんです。あ、佐川哲郎さんと、お亡くなりのすごいキャストじゃないですか。俺見てみたいんですけど、見る気がないですよね。自主映画じゃないですけどね。だからあの時まだあの出たての役者さんで、ね、たまたまその2人が出てたっていうのが、はい、高林さんの本に書かれてるんですけど、はい、すげえキャストだなと。ないです。永久ですよね。ね、あの普通にドラマ、しかも1時間ドラマ、映画、割と全国公開系の。そう、割とすぐなんか、売りにできるんじゃないかぐらいのキャストでね。はいはい、なんかその二人が決闘する話だったらしいですよ。すごいですね。ねえ。どっち勝ったんだろうみたいな。大江戸総参謀ですけど、普通にそれ。そうですね、普通に考えてね。普通に。死して屍ですけどね。そう。あの、8ミリ映画らしいので。見たいな。見たいですよね。見たいですね。どっかで見れるのかなって、高林監督もお亡くなりなんで。ああ。なんか、ね。確かね、カラー作品、なんかね、清水の舞台から飛び降りるつもりでカラーフィルムを買って、撮ったっていうふうに本で書かれてるんですよ。ああ、それはあの当時だと気持ちわかりますね。もう60年代だと思うんで、なんかね、現像がね、1ヶ月ぐらいしても来なくてどうしたんだろうって思ってたのが本に書かれてて、非常に。それ見たいな。見たいですよね。多分高林さんの書かれてる本があるんですけど、そこにしか書かれてないんで、作品として残ってるのかどうなのか全然。あ、じゃあぜひ、あの、自主映画8ミリ大好き、ポニーキャニオンプロデューサーの織原さんに、DVD 化をお願いしたいところですね。あの、名指しで。その二人キャストだったら十分でしょ、売りは。いやいやいや、十分ですよ。すげえっていうね。織原さん、名指しでお願いします。ぜひ商品化をって、絶対売れないって言われて終わりですけどね、きっと。そうですね、そうですね、うん。なんていうのもあったりとかする。で、まあ、後にああいう演出家になられて。そうですね。まあ、
私的にはアンバランスとかね、あ、恐怖劇場アンバランスとか、あと暗闇人目人とかですね、はい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 、はい、出てるんですけど、ただなんかもうとにかく蜷川さんコメンタリーとかでご生前登場されるんですよ。アンバランスにしてもインタビューとかもホイホイ受けられて気さくな方なんで、そこでね、自ら下手だねって開口一番おっしゃっちゃうんですけど、はいはい、いや今見ても俺は下手だって言うんですけど、あ、自分の芝居はねってことでね、そんなに逆に言うとどれだけ他の俳優にダメ出してるんですか先生って感じなんですけど、それでこう総攻撃を受けるのを防ぐために防衛線を張られてるような気もしないでもないんですけどね。ああ、とりあえず自分落としといてみたいな。そう言ってしまって突っ込まれるのを防いでんじゃないかなって気がする。さっきほら言ったような勝野さんのね、あ、若い頃にデビューしたてのころはちょっと、ね、それでも当たり前じゃないですかそんな話。まあそうですよね。当たり前ですよ。最初から上手い人なんてそうはいませんから。うんうん、ですけどね、必ずね、井上さん、照れなのか分かりませんけど、まあ照れなんでしょうね、基本はね。照れだと思うんですけど、下手だねーって言って。あれが非常に印象残る。まあ、W の悲劇になると、もう下手もクソもないなって感じですけどね。まあそうですね。井上さんだねっていう。だって、もうほぼ本人役でしょ、あれは。それで下手だねって言ってたら、お前本当のお前はどれなんだってなりますもうモニタリングに近いですよね。はいはいはい、はい、もう今回してたのって感じもうやめてよっていうまずなら言ってみたいな感じの芝居になってましたけど、そうですね。でも実際あれどうやって演出してたんですかね、沢井監督は。演出家の演出です。じゃあご本人のままでみたいな失礼なってなりそうじゃないですか、俺こんなんじゃねえよみたいなでもそうなんじゃないですかもうとしか言いようが、なんかカットして、あー、いやー、ご本人でしたねー、よっけよっけみたいなこと言ってたのかな、いろいろ思っちゃいますけどね。まあまあそうですね、まあ迫真の、まあ全てにおいて迫真のという感じですけど、そうですね。だから多分なんか現場に演出家が2人いるみたいな、うん、そんな、はいはいはい、そうなんですよね。だからとしてあれこれ蜷川さん監督だったかなとか、当時見てて思っちゃって、いやいやそんなことはないよな、そんなことはないです、そんなことは。でも舞台はほぼほぼねどうしたらって話ですよね。そうです、舞台シーン、ね、だから余計ね、そう思っちゃったんですよね。舞台シーンは沢井監督だと思って、うん、記録じゃねえかって話ですもんね。そうですね映画で撮ってんのこれみたいな。まあその辺もメタフィクションの面白さだったんでしょうですね。あの構造がね、すごく今見ても飽きないというか面白いというかですね。いい映画だなって思うんですけどね。あとやっぱり主題歌ですよ、W の悲劇は。ウーマンもうね、名曲。はい、まあこの時期名曲ですけど、どれも、まあどれもどれもどれもこれも、下手すると主題歌良かったの2年ぐらいの勢いの、あ、そう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 、ね、もうそのぐらいの名曲なんですけどね、ぐらい言われちゃうのが目白押しだったんで、まあ、言ってみればね、さよなら某さよならジュピターもそういう言われ方をしかねない。そうですね、私はそうは思いませんけど、はい、いや僕もそうそう思われた方もいるんじゃないかなと。そうですね、テレビの予告編、W の進撃の、何、はい、でしたっけ、薬師丸さんが、おじい様を殺してしまったとか言って、はいはいはい、そうすると、ウーマンのサビが入るっていう。はい、あれ結構ね、今見ても割と鳥肌もんなんですよ。あ、懐かしいですね。懐かしいです、懐かしいですね。あれいいですよ。いやいや、いいですよ。私、そうですね、あれと、あれと、まあ、野生の証明のね、お父さんを殺しに来るよと、そうです、そうです、町田さんのね、はいはい、男はですよね、はいはい、ありがとうなんですけどね、本当は出だしね、みんな男はって言っちゃうんですけどね予告演で使った男はを使ってたからなんじゃないかっていう、はい、あとほら人間の証明のね、母さん麦わら帽子っていうとか、
と並んで名作編ですよね。割とねアイドル路線がこうガーッと来てた時期でもあったから、割とそういう意味では角川映画ももうちょっと渋いの行こうぜみたいな、まあ、原点回帰ではないですけど、ね、ちょっとアイドルからは、うん、ちょっとなんか出た感じのものを作ろうっていう方向にちょっとなっていったのかなっていう感じがちょっとしますよね。だから結局復活の日がまああの講座いろいろあると思うんですけど、はいはい、そこで会社的に、映画会社的にはちょっと予算感を落としてアイドル路線をしばらく行こうかっていうことを続けていく中で、そのじゃあ今度そのアイドルからこのね女の子たちを女優に脱皮させないといけないみたいなことになってきて、うんですね、まさにその過渡期の一歩ですよね。そうですよね。でもその後ぐらいからなんじゃないですかね。まあ同時なんでしょうけど、やっぱりその当時のあの今でも名前の聞くとおーってなるような監督が角川映画で続々とヒット作を作ってくって、あ、はいはいはい、あの西洋一監督とかですね、はいはい、そうですね、そうですね、どんどんやって、だからそこら辺もやっぱり角川春樹の、うん、なんていうんですかね、うん、その保守に入りながらも攻めてるみたいな、はいはい、いやいや、まあなんつったところは自ら監督されちゃいましたからね。ああ、そうだ、何しろ何しろ割と早い時期でした ね、何しろ汚れた英雄で、そうです、そうです、まあいずれ汚れた英雄も語りたい映画ですけど、そうです ね、子供の頃折れた日で折れた日でってずっと言ってましたけど、今でもあの通称は汚れた秀夫って言ってるんで、いろいろドキドキしちゃうんですけど、秀夫っていう読むっていうのはね、やっぱりなんかあの中学生だなっていう、バカだなこいつらっていうね、今でも折れた秀夫って折れたって読むっていうのがね、バカだなっていつも思い出しちゃう、折れた秀夫っていう、そうですね、だ一方でほらあの原田知世さんは早春物語とかね、あれも同じ図式ですよね、 あの黒いドレスの女とかですね、はいはいはい、はい、こちらに行かれて、で渡辺典子さんはあの赤川次郎先生の名作を続々とそうですそうです、そう、うん、結婚案内ミステリー晴れ時々殺人、まあ、晴れ時々矢先か、うん、まあ、晴れときに言えば主題歌が印象に残りますね。もうあっちもね、あれもいいですよね。いいっていうか、あのタイトルを歌詞に盛り込まなくていいんじゃないのって思ったの。ああ、ね、そうですね。一応残ったけどっていうね。本当、これ一応人死ぬんだよねって話なんで。そうそう、そうそう。あの、結構あの、すごいコメディチックな。いやいや、もう完全にあの主題歌の。コメディとしか思ってない、思えなくなっちゃったんで、そう、結構死んでるんですよね、うん、そうです、ミステリーですからしょうがないんですけど、うん、渡辺さんだけなんかこう女優になりましたよ的な作品じゃなく、こう娯楽映画のスターとして、うん、ちょこちょこ行くっていう感じになってますけどね、うん、だからなんか トレンディードラマ的な、あ、そうそう、今で言うとこのそうですよね、うん、そうです、完全にね、まあ、渡辺謙さんとも絡んだりもしてますけど、はいはいはい、うん、でも全部歌詞盛り込まれた、結婚案内ミステリーだけ歌詞入ってないですかあれはだって盛り込みづらいんじゃないですか、あのほらあのいつか誰かが殺されるも歌詞に入ってるあれもずっとサビで流れてとりあえず晴れ時で殺人なんてもうタイトル出落ちみたいなタイトルですけど、そうですね、最高なんですけど、それ歌にすんのはなあっていう、まあそうなんですよ、好きなんですけど、いや大好きですよ、あの、ね、あの監督がなんで名前が出てこないんだ、あの監督ですよね、あの辛口映画評論で有名な、そう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 、名前私も失念しちゃいましたけど、あの大監督です、大監督ですよね、大監督、やっぱ名前がやっぱりあの角川映画でどんどんやっぱり沢井監督もそうですし、斎監督もそうですし、出ていくんですよね、なんか。あの、友よ静かに眠れですかね、斎監督だと、ね。そうです、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 うん。あれはね、主題歌じゃないんですけど、音楽がすごい印象的で。あれ、原作はね、東北の感想なんですよね。あ、と、
沖縄じゃないんですか。実は逆ですね。そう、それ真逆に持ってったっていうね。もうなるほど。それはもう蔡監督の一存ですね。え、あ、そうなんですか。うん、おっしゃってました。あれもあの雰囲気を再現しようと思った時にね、僕の中に沖縄が浮かんだと。なるほど。ああ、なるほどっていう。で、無国籍感をやっぱり出したかったんですって。ああ、なるほど、なるほど。で、そうなると、東北はちょっと厳しいなと。東北舞台にしちゃうと、東北にしか見えないので。まあ、ど日本ですよね、ある意味ね。そうそうそう。もう、ここ、日本だよねっていうね。うん、寒い寒いって入ってきたら、これかぶって。スノーボーでも雪棒でも何でもいいんですけど、バサバサみたいな、そういう、そうです。でこうやってだ、そうそういう作りじゃなくて、藤さんとね、あのキャストで行くんだったらもう、なるほどなるほど、ちょっと無国籍な、ちょっぴりウエスタンが入ったもの、支援みたいなものにしたくて、それもあって沖縄に移したとおっしゃってましたね。なるほど、なるほどね、あれ北方健三さんなんですよね。ブラ、あ、そうです、そうですね。北方さんもそこはもうコンセプト説明したらですね、ご快諾いただいてって、もう完全に友よ静かに眠る話になってます、ね。まあ角川それだけ思い出深いということですね。うん、そうです。いえ、だから友よ静かに眠るときはもうがっつり蔡監督にインタビューさせていただいたんで。ああ、そうなんだ。なるほどなるほど。あの映画で3時間ぐらいお聞きしちゃったんで。ああ。いやでもすげえ良かったですけどね、友よ静かに眠れって面白かった。いや傑作です、傑作です、傑作です。でその後ね、東京デラックスも私大好きだったんで、ああ、はいはいはい、その話をしたら、その話で2時間になって、ああ偉いさんですね、丸一日ずっと確か MA じゃないんだ、ラッシュなんかの蔡監督がその時やったなんかの映画のラッシュを編集中で、そのインタビューで1時間って約束だったんですけど、もう聞いてないけどもう5時間だったっていうね。伊集院監督がいいよいいよって言ってくださったんで、いいんですかって、いいよいいよって言って、多分編集の方に恨まれてるんだろうなっていう、かなり恨まれたと思いますよ。監督来てくんねと、ここどうすんだよつなぎみたいな。そう短いのか長いのかはっきりしてくれよみたいな。もう10年以上前の話なんで、多分灰皿がこう山になってたのかなって勝手に思ってるんですよね。編集の方はすぐに違いないと思ってるんで。今は違うんでしょうけどね。ええ、ね、コロナもあってすいませんけどね、根本的に。そうですね。でも角川のその、まあ、何番目、2番目か3番目かのいい時代の作品ですよね。そうですね。そうです。いろいろ駆け巡って。まあ、なんかそれのこう、なんか、皮切りが W の悲劇だったのかな、みたいな。そうですね。まあ、そのね、澤井監督の事実上の劇場長編デビューが、乃木くんの墓ですよね。まあ、津田聖子大主演。初主演ですよね。そうです。あれはね、思い出があるんですよね。中学だったかな。もう、だからもうなんか友達と映画見に行くようになってて、はい、まあ、一人でも行ってましたけど、まあ、年の離れたうちの兄がですね、うん、ある日突然、おい、乃木くんの墓行くぞって言われて、はいはい、まあ、当時兄貴が、松田聖子の大ファンで、ええー。なんで俺と一緒に行こうとするんだろうとか思ったんですけど、はいはい、まあ同時上映が僕すごい興味があったので、はいはい、快諾して一緒に見に行ったっていうね。それが真田広之さん主演の吠えろ鉄拳であったんでございますが、はい、ね、惑星大戦争ではないんですね。惑星大戦争ではない。まあないですよね。東方ですし、東映ですからね。ノギクなんか惑星大戦争霧の旗以来の兄貴と一緒に見に行く映画だったっていう、はい、そして2本立ての傾向が多少似ているという、そう文芸作品となんかこう男の子大好きものみたいなね。まあ、アクション映画と言ってしまってもいいですけどね。そうですね、大アクション映画もある意味特撮アクションなんで。そうなんですよね。あれって一応ヒットはしたんですけど、当時やっぱりその
ファン層が全く違うから真田さんと、はいはいはい、松田聖子さんで、あの片方だけ見て帰るっていうのは続出しちゃって話よね。聞いてた、あの よく当時聞いてたなと思うけど、だからうちらは兄貴と俺で利害関係が一致してるんで両方みたいな残ったわけですね。そうです、惑星大戦争も同じ図好きなんですよね。はいはいはい、だから惑星大戦争も多分兄貴的には切れの旗見れればもう問題ないんですけど、はいはい、僕小学生でしたから、あの保護者として付き合わなきゃいけない、はいはい、僕は惑星大戦争が見たいわけ、はい、だから2人ともこう席を立たずに、うん、あの切れの旗もね、小学生の、うん、自分なんかなんじゃこりゃと思いながら、はい、見てたんですけど、だから両方とも席を立つことなく見てたっていうのがありますけどね。で、野木くんの墓、まあもう中学だったっていうのもありまして、はい、面白かったんですよ。はいはいはい、なんかね、松田聖子主演の映画なんて言うなんつって ね、あんまりアイドル当時興味なかったんで、歌は好きでしたけどね、はいはい、松田聖子さんの。ああ、そうですね。ええ、うん、なんか女優としてはどうなんだろうみたいな。あれ、玉ねぎ剥いたらとかってそれより前ですか？松田さん出てましたよね。ほぼ同時期です。ほぼ同時期。なんかそれのイメージもあったのか、何なのかちょっと分かんないですけど。昭和56年、1981年度ですね。玉ねぎ剥いたら。で、その夏の東映映画の目玉が、野木くんの赤、ほえろ鉄拳ですから。あ、そうです。聖子博之の夏でしたから、コピーが。そうです。すごいですね。すごいですよ、そう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 、聖子博之の夏でした。まあある意味本当にあの昭和56年というか1981年 を語ってるフレーズの一つですね。そうですね、そうですね、はい、非常に懐かしいなと思いますね。だからこのホイロ鉄拳目当てで行った割には野木くんの墓も面白かったなっていうのが、ちなみにその時にね、あの完全に東映の子供向けが、まあ、東映漫画祭りなんですけど、はい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 、はい、その時のラインナップがですね、101匹ワンちゃんなんですよ。おお東映漫画祭りで101匹ワンちゃんなんですよ。なんで？時代でしょ。もうちょっとありえないコラボだったんです。あ、そうですね、ありえないですね。うん、で101匹ワンちゃん と、ね、サンバルカンの劇場版で、まあ、特撮ものはサンバルカン、まあスーパーワンやってたんですけど、はいはいはい、あ、やってたかな、やってましたね。56年の10月で終わるんでやってたんですけど、スーパーワンの夏の新作はなかったのかな。春はあったんですけどね、うん、なくて、だから特撮ものはサンバルカン一本だったんですけど、まああの夏向けの花火モンガーという、はいはいはい、大変景気のいい怪人が訪れて、花火モンガーもう夏だからって言ったらしい、ね、浮かれてんじゃねえよって言うんだ、悪の軍団のくせに。名前が浮かれてる怪人ってなかなかすごい、うん、そんなんだから失敗したんだよって思いますけどね。あとアニメが2本で、確かね、タイムボカンか一休さんかその辺と、あのその頃ってもうあの東映さんがすごい不思議なコラボレーションをやってたんで、いろんなね、業務的なことがあったんでしょうね。なるほどね、うん、とにかくこう受けなきゃいけないみたいな。そうそうそう、まあ何しろほらあのマーベルコミックと提携した時代があったわけですから。ああ、この間ちょっと見せていただきましたね。はいはいはい。あっちもありましたし、将軍ウォリアーズ、ロボットフォースですよね。元祖スパロボ大戦。スパロボですね。あの、ダイモスだの。あの、ライディンだの。うん、ボルテスだの。コンバトラーだの。うん、もう、マジンガー、グレン、ゲッター、ダンガード。あ、そう、ダンガードもありましたね。うん、もうね、あの、卑劣なまでの、こう、パワーバランスですよね。すごいですよね。これだけのロボット揃えたら無理だよ。どんな軍団でも勝てないよっていう。あのヒーロー側があの卑劣って卑怯って卑怯だぞみたいな。そんな強いロボット集めてっていう。グロイザーも入れろみたいな感じですよね。グロイザー弱いのかな。弱かったんですけど、意外と強いんですけどね。そうですね、うん、あの辺って、まあ、スパロボみたいなのがあるからあれなんですけど、あの強さがまちまち
だと思うんですよね、きっとね。はい、だってあそこにライディーン入れたら割とチートじゃないですか、ライディーン。ですし、あとね、身長もまちまちなんですよ。あ、そうそう、体長57メートルですもんね。うん、あれコンバトラーでしたっけ、うん、身長50、あ、歌っちゃいけない。身長57メートル、体重550トン。はいはい、でもライディーンもそのぐらいじゃなかったですか。それぐらいなんですけど、ライディーン巨大化できるので。あ、そうか、最終回だ。そうだ。ダンバインもできるんですけどね、ダンバイン。あのオーラバトラーと言った方がいいですけど。そうですね、ハイパーカーという名のもと。あのオーラバトラーもライディーンもね、ちょっと別文明が作ってますからね、うん、ちょっといろんなあのイデオンみたいなもんなんで。そうです、そうです、うん、でイデオンとライディーンはちょっとチートすぎんじゃねえかなと。あ、でもね、あの話がもう大脱線するんですけど。いや、もうすでにしてますよ。すでにしてますよ。沢井監督とかになってますよ。沢井監督、すいません。ごめんなさい。あの、大脱線するんですけど、あの、ジェットジャガーが叩かれたじゃないですか。叩かれたんですよ。あの、巨大化するのはロボットなのに、巨大化するのはおかしいと。はいはいはい、はい、しかも、あの、両親が芽生えてね。はい、その作用できっと巨大化したいんじゃないかってあやふやな語られ方をしてますけど、使命感に燃えてとかね、使命感に燃えて巨大化はないだろうと思うんですけど、はい、子供心にも思っちゃうんですけど、まあ、とにかく散々叩かれたんですよ。で、特にこう、いわゆるこうヤマトとかね、ガンダムとかマクロスが好きなアニメオタク、まあ、当時アニメオタクという呼び方はなかったんですけど。そうですね、なかったですね、うん、ないんですけども、特撮を目の敵にするアニメファンがいたんですよ、当時。いましたね、いました、いました。そこまで言わなくてもっていうね。お前だって子供の頃絶対見せたはずだよって思う。ゴジラ大会が見に行ったろって話、ね、そう卒業しただけだからいいだろうって思うんですけど。そういう方たちが、あの、例えばあのジェットジャガーが好き、メガロ好きなんだって言うと、もう総攻撃ですよ。あんな、あんで、で、総攻撃するのにですけど、ってことは知ってんだね、君らとか思うんですけど。そうですよね、そうですよね。あんな巨大化するなんておかしいとか言うんですけど、で、そういう方に限ってダンバインは OK なんですよ。あ、ハイパーカとかイデオンもそうですし、説明ないよっていう。だ、そこら辺ほら、あの、なんか人類じゃないあの別文明が作ったからとか、そういうので逃げてるんじゃないですか。あ、だからそういうのありなんだよ、そういう設定がちゃんとしてるからアニメはいいんだよとか言いそうじゃないですか。いやいやいや、ジェットジャガーだって佐々木勝彦さんが、まあ、それは俳優さんの名前で作られたんですから。いや、あの、どっちも楽しもうって思いますけどね、普通にね。そうジェットジャガー巨大化したって、ガンバインが巨大化したって、ライディーンが巨大化したっていいじゃんっていう、うん、そういうものなんだよっていうね。いや、でもあのね、あの総攻撃、あのルノワールあたりでね、話してるとね。ルノワールでそんな話って嫌だな。結構あの、いろいろアニメファンクラブとかも掛け持ちしてたんで、当時。ああ。復活分解とかですね、衝撃波級とかもいたんですけど、あの、ミンキーモモファンクラブとかですね、はいはい、そういうルンルンララベルファンクラブとか、もうそっちばっかりじゃないかって感じですけど。で、その介護、まあ、大体介護の場所は一緒ですよ。ああ。もう新宿か池袋か、渋谷かのルノワールです。もう、なるほど、なるほど。で、その頃ってまだ秋葉は違いましたもんね。ね、全然。その頃は全然秋葉はまだ電気街で。ね、そうです。あの、鉱石ラジオ作りに行くのかとか、ラジコンの部品買いに行くのかみたいなノリだったんで。そうですよね。あの、太陽を盗んだ男でね、秋葉原の部品、あの原爆の装置使おうっつって、すげえとかあんだなーとかって、当時田舎の私は、あの、あんなもん長野ねえ、あんなもん売ってねえとか、はいはいはい、そうですね、思ったもんですけど、まあ、あの時はまだ違いましたよね。ね、ほんと電気街、テレビとか冷蔵庫とか、なんか、あとは、もっとなんかあの、BCL ラジオ、タンパラジオとか買いに行くところっていう。そうですね。だからアニメ特撮ファンの、なんか、まあ、会合だって、あの、ダベるだけなんですけどね。あの、一応次の開始の、ファンクラブの開始の、あの、方針を決めましょうっていうことで集まるんですけど、はいはいはい。そこでまともに話した覚えがないので。
その開始の内容に関して、まあ、大概あの作品の話だけをして、やっぱ金田一光最高だよねみたいな話をして、そうすると最高だよね、大学生のお兄さんたちが決めてもう作ると、うん、でその後日お手伝いをして終わりっていう、なるほど、ね、ポジションだったんですけど、中高生はだ、そこで ポツンと、まあ特撮のウルトラセブンぐらいは OK なんですよ、やっぱり彼らも。あ、そこも腹が立つんですけど。そうですね、腹立つもんね、この野郎とか思うんですけど、でたまに怪奇大作戦とか OK なんですけど、あのジェットジャガーの巨大化許せないとかですね、なるんで、